おいし。ミニオンプラス開封していきたいと思います。最近出たばかりの新作チョコエッグです。やばい今回はミニオンです。前回スプラトゥーンだったんですが、今回はねミニオン開封していきたいと思います。ここだね。おお、見えてきた。開かないぞ。こっちね、正面ってここに書いてある。いきます。オープン。おー、今回はこのような感じみたいです。うわ、めっちゃかわいい。わー、今回はあ、なんかね、何か当たるみたいですよ。もっちり枕がね、1000名様に当たるみたいです。応募したいと思います。前回のスプラトゥーン2のチョコエッグもまだ応募してないんですよ。やばいですね。はい、そして今回は、こんな感じです。お、ここラインナップですね。全14種類プラスシークレットが1つみたいです。全部で15かな。前回はちょっとシークレット出なかったんですが、今回もシークレットを狙っていきたいと思います。コンプリートはちょっとできないボックスになってるんですが、はい、狙っていきます。はい、それではまず準備していきたいと思います。どこだ、開けるところ。わー、すごいかわいい、カラフル、すっごいかわいい。まず1つ目、このカプセルが青いところもかわいいですよね。おいし。お、これなんだ、あれだ、ユニコーンだ。嘘でしょ嘘でしょ、一発目でこれシークレット出た。嘘。うわー、嬉しいけどちょっと、もうちょっとあの後に出てほしかったなまさかのね。うわー、まさか一発目でシークレット出ましたね。あの、皆さんまだ動画長いんで、まだまだまだこのまま見てくださいね。うーわー、これどうする。一発目でシークレット出たの、あの子アグネスの持ってるさ、ユニコーンのぬいぐるみ。うわー、かわいい。どうやって作るんだろう。あー、びっくりした。ね、ユニコーンをね、どうやって作るんだろう。こうかな。うん、こうだこうだ。そして、あー、もう優しい、もうね、刺さってるわ。できた。はい、今回の目玉大鳥シークレットでした。はい、続きまして、はあ、びっくりした。お、ミニオン出ました。すごいことになってた組み立ててあげないと。すごいことになってびっくりした。いまいちね、ミニオンの名前まだ覚えてないんですけど、これボブ？ボブでいいのかな？うん、これですよね。こうね、3番の多分ボブだと思います。ハプニングがいっぱいです。よいしょ。ちょっとこの頭がね、あの、こういうの苦手な方いらっしゃいますよね。はい、続きまして、3つ目、もうこうなったらシークレットをもう一回ぐらい出したいですね。お、これは、おお、大きめ。これ私が気になってたやつかな。フランス革命時代って書いてある。おお、そういうやつだったんだ。これを、ん、ここ、ここ、あ、違う違う、ここか、こうですね。これ、あやばいよ、首が、首が大変だ。
よいしょ。こうですね。あれ？これで合ってる？なんかハマらないのはなぜだ。ハマらないのは、あ、そうかそうか。これをやってからこうですね。だからね、飛んでっちゃったんですね。はい、続きまして4つ目。お、これはなんか原始的な、やっぱり原始時代のミニオンゲットです。そうだ、さっきもさ、なんだっけ、あ、ボブじゃなかったです、すいません。ジェリーって書いてある。この子はボブじゃないです、ジェリーでした、すいません。ここ見ればよかった。はい、ジェリーでした。ボブはじゃあ出てないんだ、まだ。ではね、この原始時代組み立てたいと思います。これはもう難しい。あ、こうだね。よいしょ。この、おいしょ。そして、右手にこれを持つんですね。この、モニター、見にくいので、隙間から、今、三脚の隙間から見てるんですけど、難しいな。こうで合ってるんだよね。2個、ここにやっぱ刺す。ここか。ここに。ここに穴がありました。ここに刺すんだ。わかったわかった。オッケーオッケー。ああ、難しいこれ。なんか、間違えたら折れそうです。オッケー。そして、こうだ。ああ、オッケー。今のところね、ダブリなしです。今のところね、ダブリなしです。続きまして、5つ目。これはジェリー、2つ目出ました。あー、かぶりましたね。今のところね、ダブリなしです。残念、かぶりました。はい、6つ目。お、違うやつ出た。これは何だろう。氷河期ゲットしました。かわいい。あったかい服着てますね、これ。すごい。これ組み立てる前のミニオンが、すごいことになってる。よいしょ。これで、今度は左手につけると。ここですね。うわぁ、チョコレートの匂いがする。よいしょ。あー、すごい。細かいところまでかわいい。はい。氷河期でした。続きまして7つ目。あれ、またこれなんかすごい嫌な予感が。ジェリーなんで3つもジェリー出ました。いやー、もういいわ。いやいや、そんなこと言っちゃいけない。もういいわ。はい。どうだろう？ 3 つとも顔一緒かな？微妙に目がちゃんと塗ってあること。このあたりちょっと塗ってない感じですね。今のところね、はい、ダブリなしです。続きまして、8つ目。8個目。お！これもしかして欲しいやつじゃない？私が。暗黒時代。あ、これ暗黒時代だったんだ。ドラキュラじゃなかった。おお。あ、違う。これが足だ。びっくりした。こっちだ。こうだ。あ、手がもげた。あー、すごいかわいいこれ。このなんかゾンビみたいになってるんだ、手が。よいしょ。で、この、これはどこに？あ、ここだ。ロング。ロンゲスト。あー、手がもげた。あ、違う、逆なんだ。私、多分これ。そうだ。逆だ。こうですね。で、手をつけてあげると。あー。
なんだよ。よし、もういいやこれで。もう。そろっと、そろっと。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。はい、9個目。ユニコーンもう一回欲しいですね。あ、どっちだこれは。違うやつにして。あ、違うっぽいぞこれは。デイブ、デイブゲットです。おお、かわいい。よかった。はい。いやー、最後1個ですね。いや、何が出るだろう。あー、シークレットじゃなかった。これなんだろう。これなんだろう。出てない。あ、出てる、出てる。あれだ。首が飛んでった子だ。フランス革命時代ゲットしました。あー、そうか。結構今回は一発目で奇跡が起こりましたけど、かぶりましたね結構。うーん、いや結構結構 かぶりましたね。ちょっと並べてみますね。ね、はい、今回はここがダブりましたね。このジェリー、ジェリーですよね。ジェリー、ジェリーの3つが痛かった。まだ2つだったらよかったんですけどね。7種類か、 1,2,3,4,5,6,7 ですね。15種類のうち7種類ゲットしました。はい、皆さんもぜひ見つけたら挑戦してみてください。今回のシークレットはこちらです。ユニコーンでした。